都道府県。都道府県は、日本国の広域普通地方公共団体である、都、道、府、県の総称である。現在では、都が東京都の1、道が北海道の1、府が京都府及び大阪府の2、県が43で、1と1道に府四43県。総数は47都道府県である。市区町村と共に普通地方公共団体の一種で、 包括的地方公共団体、広域的地方公共団体とも言う。都道府県とは、日本における行政区画の一つである。市町村が基礎的な地方公共団体、地方自治法とされるのに対して、都道府県は市町村を包括する広域の地方公共団体、道場5校と折れ、広域にわたる事務や市町村に関する連絡事務などを処理する。 日本全国は1727市町村、または23特別区にくまなく分けられ、すべての市町村及び特別区は47都道府県、1都、1道2府、43県のいずれか一つに包括されている二段階の地方制度である。都道府県には、議決機関として、議会、都道府県議会、執行機関として、知事、知事部局を置く。その他、 公安委員会、都道府県公安委員会と、警察本部、教育委員会、選挙管理委員会、関西委員などの委員会及び委員とその事務部局を置く。都道府県は、自治権を持ち、条例、規則を制定し、地方税、負担金などを付加、徴収し、地方債を起こす権能を有する。都道府県の行政事務の中枢となる組織、及び庁舎を、都庁、 道庁、府庁、または県庁といい、都道府県内の一都市、都道府県庁所在地に置かれている。その都市名は、都道府県名と同じ県もあれば、異なる県もある、名称参照。1947年、昭和22年5月3日の日本国憲法が、施行された日に、地方自治法も施行され、都道府県都市町村を中心とする。 地方自治制度が始められた。地方自治法には統一的な都道府県制度が定められた。ただし、都道府県のうちとは特別区に対する一定の調整権限を有することが特徴的である。府県の間には法律上の違いはなく、名称の違いはもっぱら歴史的なものである。道は地方自治法上は府県と同じ扱いであるが、府県とは若干異なる。 警察組織を有するほか、警察法46条51条、河川法96条、道路法88条などには道についての特例がある。江戸時代の幕藩体制の時代には、両国支配、分割統治が行われていたが、明治維新により段階を経ながら中央集権体制が確立されていった。1871年、 明治4年の廃半地権に前後して、順次設置された、府、県、町、とのいずれにおいても、内務省によって任命された、幹線知事が行政を司り、国の地方行政機関として位置づけられていた。一方、それぞれに、民選議会が設置されており、ある程度の地方自治が存在した。1868年、明治元年、江戸幕府の直轄領、幕僚、 旗本の領地が明治政府の直轄領になり、山都、江戸、大阪、京や開港後港などを管轄する重要地域をふとし、それ以外を県として、府に地府寺が、県に地県寺が置かれた。藩はそのまま大名、諸公が治めた。1869年9月1日、明治2年7月25日、かねてより諸公から出されていた。 反席奉還の願い出を受け入れ、諸侯を代替わりさせた上で主犯事として、引き続き各藩の統治を任せた、廃止された藩もある。この時点で、諸侯は、領地と領民に対する、統治権をすべて天皇に奉還したことになっている。ものの、実質的な地方支配体制は、幕藩体制の江戸幕府の地位を、明治政府が引き継ぎ大名の役名や、 認知などの省が変更されただけであり、不半県産地制と呼ばれる、府県のみ直轄。1869年9月29日、明治2年8月24日の大上官布告によって、京都府、東京府、大阪府以外は全て県と称することが決まり、前後して、田野府、神奈川府、新潟府、越後府、甲野府、渡来府、奈良、函館府、 長崎府が県に名称を変更した。この時点では、天皇が東京行幸で、東京にいたが、皇御座、天皇の在所を示す玉座で、これのある場所が皇居とされるの移動がなかったので、皇御座のある京都府の方が、東京府より序列が前になっている。なお、この大上官布告前は、東京府は江戸府と呼ばれており、同時に江戸から東京に改称された。 1871年8月29日、明治4年7月14日に行われた廃藩地検により、藩は県となって、全国が明治政府の直轄となった。結果的に、一市,市、開拓市三府、東京府、京都府、大阪府三百に県となる。この時点では、江戸時代の藩や天領の境界はほぼそのまま踏襲したものであったため、飛び地が全国各地に見られ、 府県行政に支障をきたしていた。同年12月にはこれを整理合併し、一市三府七十二県となった。1876年明治9年に県の大規模合併が行われ、1878年明治11年に制定された地方三新法の一つ「軍区町村編成法」により合併や領域変更が行われ、一時は三十七府県まで。 減ったものの、分割運動によって1889年、明治22年の市政、町村制、1890年、明治23年の府県政、軍政の制定を経て、一町、北海道町三府、東京府、京都府、都府大阪府三県となった。1890年、明治23年以後、県の合併、分割は一切行われず、1943年、 昭和18年に正式に内茶編入されたカラフト町が追加されたほか、同年、東京府が東京都となり、現在に至っている、終戦時1都、1と東京都2町、北海道町、カラフト町2府、京都府、大阪府43県。なお、1903年、明治36年、内務省は19県を廃止し28道府県に統合する内容の 府県配置法律案をまとめ、桂内閣で閣議決定された。しかし閣議決定の2ヶ月後の日露、戦争勃発による議会の解散により、議会への提案まで至らなかった。廃藩置県後、県の長官は、知見時から、県令と解消され、京都府、東京府、大阪府などを、府の長官は、知府時から、知事と解消された。 1886年、明治19年以後は、両者とも、知事と呼ばれた。府知事や、県令、県知事は、内務省から派遣される官僚であった。一方で、1878年、明治11年に制定された、地方三新法の一つでは、府県会規則、北海道には適用されなかったによって、府県会が、置かれることになり、地方自治の主体としての性格も合わせ持った。 1889年、明治22年に市政が始まるが、市を代表するのは市会であり、現在のように市長ではなかった。ただし、県下の市には、市会推薦市長が存在したのに対し、深野市、東京市、京都市、大阪市には、市長は存在せず、府知事がその役を兼務した、市政特例参照。これら三市では、1898年、 明治31年10月になって初めて市長が生まれた。国の地方行政官庁としての府県は直例である地方官官制によって地方自治体としては法律である府県制明治23年法律第35号明治32年法律第64号で全面改正によって規定されている。沖縄県は県が設置される経緯が 他の県と異なっている。北海道という故障は、1869年、明治2年7月の開拓施設地と同年、ま吉及び、江戸地と呼ばれた地域を解消し、北海道11国86軍を制定したのに、始まる。これは、律令制の下で68の国を五木七な,なに、区分した用法と整合する。都道国の一部については、 廃藩地県で成立した館県が、広崎県に九州、青森県の一部となっていたが後に開拓市に移管。1882年、明治15年に開拓市が廃止されて、道内を三分する函館県、札幌県、根室県の3県が設置されたが、1886年、明治19年に廃止され、北海道庁が設置された。当時、 北海道庁の管轄域を北海道と呼んだが、北海道は単なる地域故障、地方名であり、現在のような道という自治体名ではない、内地編入されたカラフトにおけるカラフト町の命名法と、ともする。したがって地方行政官庁として他の府県と並列するときには、長府県という表現が用いられた。北海道庁完成。 明治19年直令第83号後に全面改正によって北海道庁長官を他府県の知事にあたる官職とした。1901年明治34年北海道解放明治34年法律第2号及び北海道地方法明治34年法律第3号が交付されて議会が設置され北海道地方費という名称の法人格を持つ 地方自治体となった。なお、北海道会は、府県会と比べて、議会の権限は狭かった。その後、カラフト、共通法一条二項では内地に含まれたにおける、法令上の特例が廃止され、新たにカラフト町が正式に加わりに町となった。第二次世界大戦中の1943年、昭和18年7月1日、東京都政、 昭和18年法律第89号の施行により、東京市は東京府と合併され、東京都となり、市政都自治権を剥奪された。東京都完成、昭和18年直令第504号により、東京都長官が長官とされ、東京都を設置した内務官僚である大立茂雄が、その第一代に任命された。東京都政によって、都議会が設置され、 9、東京市内の各区にも区会が置かれたが、特に区部に対する国の統制は強力だった。戦後、1946年、昭和21年9月の府県政改正に伴って、北海道解放と北海道地方秘法が廃止されて、府県政に統合され、同法は同府県政と解消された。この改正法の不足の規定により、 従来北海道地方費と呼んできた自治体を道と呼ぶものとされた。1947年昭和22年5月3日の地方自治法施行と共に北海道庁管制も廃止され地方行政官庁であった北海道庁も普通地方公共団体の一つである北海道となった。1947年昭和22年4月 日本国憲法第92条で予定された法律として地方自治法が交付された。この中で都道府県は以前の中央政府の歌舞伎館という立場ではなく市町村と同様の普通地方公共団体に位置づけられ議会議員のみならず知事も選挙によって選ばれることになった。ただし1947年昭和22年4月に実施された 最初の知事公選はまだ成り立っていなかった、地方自治法ではなく、前述の府県制、道府県制、東京都政改正で、地方長官について公選制が導入されたことを根拠に行われた。この時点で、一都、東京都一同、北海道二府、京都府、大阪府四十二県。その後、1972年、昭和47年に、アメリカから返還された沖縄に、 沖縄県が置かれ、再び43県となっている。都道府県知事が公選となる一方で、戦前に期限を持つ、期間委任事務制度は2000年、平成12年に廃止されるまで長く存続した。都道府県は、普通地方公共団体として市町村と対等で、あるが、都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、 広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及び、その規模または性質において、一般の市町村が処理することが適当でないと、認めれるものを処理する、地方自治法第2条第5項。しかし、都、道、府、県という単位の定義が、地方自治法には明記されておらず、現在の都道府県名は、道法第3条第1項の、 地方公共団体の名称は、従来の名称によるという規定に基づいて使われている。ただし、都については単なる名称ではなく、道府県とは異なる性格を有する。すなわち、地方自治法上、都の区は特別区とされており、地方自治法281条以降、道府県とは異なる取り扱いである。なお、道府県であっても大都市地域における、 特別区の設置に関する法律に基づき特別区を設置することは可能であり、特別区を包括する道府県は地方自治法その他の法令の規定の適用について原則として都と,とみなされる同法十条。沖縄県は1945年、昭和20年から正式にはサンフランシスコ講和条約が発行した1952年、 昭和27年4月28日から1972年、昭和47年のアメリカによる占領下では日本の統治下になかったため、この時期における沖縄の扱いは微妙であり、国会では琉球政府、南西諸島などの故障が使用され、都道府県の数では一都一同二府四十二県の四十六都道府県、どと数えられ、沖縄は 県の数として含められて含れいない。な沖縄復帰を前に制定された沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律ではかつての沖縄県が地方自治法に定める県として存続するものとされた。都道府県を合併したり新しく都道府県を設置したりすることを配置文号と言い,い次のように分けられる。配置文号については都道府県の設置 廃止を伴わずに区域のみを変更する、境界変更、市町村の所属都道府県の転属を含むと合わせて、おびに規定されている。法律による第6条第1項。この法律は、憲法95条に定める、一の地方公共団体のみに適用される特別法、地方自治特別法であると解されるので、関係都道府県において、住民投票を行い、それぞれ、 過半数の賛成を得なければ、効力を生じない、詳細な規定は、平成16年法律第57号による、改正で、簡略な方法による、合体、編入の手続きが新設された、に限って、という手続きによることができるようにしたものである、地方自治法第6条の2。これは、長野県山口村と岐阜県中津川市との合併の際に、 都道府県にまたがる市町村の合体、新設合併には法律の制定が必要なこと、工述がクローズアップされたことや、同州制導入の前段としての実施的な都道府県合併を促す必要があるとの趣旨で設けられたものである。都道府県の境界変更も配置文号と同じく法律、地方自治特別法によることを原則とするが、次のような場合は、 自ら変更することとなっている地方自治法第6条第2項。この二つの場合においては関係する市町村都道府県がそれぞれ議会の議決を経て申請し総務大臣が定めることとなる。市町村の境界変更と同じく市町村の区域に変更があったことに伴う変更であるからである。一の市町村または一の軍の全体が 他の都道府県に編入されるときも、都道府県の境界変更であり、法律によることとなる昭和25年9月9日付。異なる都道府県に所属する市町村が廃止され、その区域に市町村が設置される場合は、関係する市町村、都道府県がそれぞれ議会の議決を経て申請し、総務大臣が定める第7条第3項。従来、 都道府県の境界を越える市町村の合体、複数の市町村を廃止して、その区域に新たに市町村を設置することにも、第六条第一項により、新たに制定される法律によるものとされていた。昭和28年6月29日付事項行発、第195号。そのためもあり、2005年、平成17年の長野県山口村と岐阜県。 中津川市との合併は、中津川市への編入という形をとることになった。それを契機として、平成16年法律第57号による改正により、都道府県の境界にわたる市町村の境界変更の手続きと同様の簡易な手続きによることとされた。1876年、明治9年に大規模合併が実施された県では、分割運動が起こって、 再度分割された県も存在するが、1888年、明治21年末に、香川県が愛媛県から分離されて、以来、都道府県の分割は実施されていない。しかし今も、なお、都道府県の分割を求める声が、市町村長や都道府県知事やネット上などで見られる。ここでは、市町村長や都道府県知事が、県の分割や分離を示唆している。 都道府県を挙げる。地図上の配置を示す。北海道と沖縄県は別枠とした。上の地図で不明瞭、または省略されている主な離島の所属は以下の通り。最も一般的な地方区分に従って都道府県の一覧を示す。この他の地方区分については日本の地域を参照。明治政府の県名の決め方の一つの説として、 明治時代のジャーナリストである宮武骸骨の著書、不犯献世史、1941年、昭和16年藩が有名である。その中で、明治政府内の永久不滅の昭和的賢名として、早い段階から、藩軍側についた中近藩の藩名は懸命にされて、藩軍側につかなかった朝敵藩や、藩軍側につくのが遅かった曖昧藩の藩名は、 一つも懸命には残っていないと述べている。つまり、母親戦争で、明治政府、薩長軍だったところは、都市名を懸命にされて、一方で、明治政府軍でなかったところは、軍名を懸命にされている、という説である。藩の多くは、両政国一国を両する藩を除いて、城下町を藩の名称に用いることが多かった。ただし、城は後に異名を付けられたため、 現在も、不犯権政史が書かれた当時も、城下町名がそのまま都市名となっているところも多いが、俗称では、藩主の姓を称するところもあった。朝敵藩、曖昧藩とされたところは、城下町が所属する、軍が、県名とされたところが多い。例えば、高松、高松藩は、香川軍から、香川県、姫路、姫路藩は、鹿間軍から、鹿間県、名古屋。 尾張藩は、愛知軍から、愛知県、水戸、水戸藩は、茨城軍から、茨城県、仙台、仙台藩は、宮城軍から、宮城県、森岡、森岡藩は、岩手軍から、岩手県、となっている。長敵藩や、曖昧藩などの城下町、門前町、港町においても、都市名が、母親戦争後に解明された後に、懸命にされているところも見られる。例えば、 母親戦争で、徳川将軍家、第十五代将軍の徳川吉信が移住した、朝敵藩に分類される、静岡、母親戦争前の寸府は、安倍軍に属するが、安倍県ではなく、静岡県にされている。また、当初は、軍名を県名にしたが、再設置で、都市名が県名にされたところもある。例えば、福井は、明日軍に属するが、1881年。 明治十四年の再設置では、明日和県ではなく、福井県にさている。この他にも、富山は新川郡に属するが、再設置で新川県から富山県に改名され、徳島は明東郡に属するが、再設置で明東県から徳島県に改名されている。石川県のように、金沢から三河、原白山市へ、県庁が移った際に、都市名を取った。 金沢県の名称を改めて、軍名から石川県としたところもある。後に、金沢へ再移転したが県名は、石県のまま。九州の県はすべて、都市名が県名にされている。ただし、佐賀、大分、宮崎、鹿児島は、軍名も同じ。また、山陰、山陽、四国の九県のうち、朝敵藩とされた三藩のうち高松藩、松江藩の族谷県は、 それぞれ、軍名を取って、香川県、島根県とされた。ただし、松山藩の属した県は、古事記由来の学び目から、愛媛県となっているが、それ以外の六県は、都市名が県名にされている。一方で、東北地方や関東地方には、軍名が県名にされたところが多く、意図的に、県庁所在地や県名が変えられたところも多い。それには、宮武骸骨が主張する。 永久不滅の昭和的賢明論によれば、明治政府とその支援に回った中近藩が多いとされる西日本に手厚く望み、逆に奥上津列藩同盟の東北地方と徳川幕府のお膝元であった関東地方には冷たく望んだということになる。特に、朝敵藩の総壁とされた合津藩の主婦、若松と庄内藩の主婦、鶴岡や、 北越戦争で明治政府と敵対した長岡藩の主婦、長岡は、それぞれ廃藩置県当時には、比較的大きい城下町であったにかかわらず、いわゆる、俗軍であるとされ、県庁を置くことも永久に許されなかった、とする。奥越列藩同盟の旧戦法である、岩木平藩と中村藩の領域が合併されて設置された県は、県庁は、旧。 いわき平藩の主婦であった平に置かれたが、県名は軍名を取った、岩前全県とされた。なお、1869年3月1日、明治2年1月19日に、明治政府によって、いわき国が設置されたために、廃藩地県の時、いわき平は略称の一つである、平に改名された。そして、1876年、明治9年8月21日には、 若松県、旧、藍津藩と福島県、中通りと岩前県、旧、岩木平藩と旧、中村藩の三県が合併され、県庁も、若松、平、中村から遠い福島に置かれ、県名も、軍名を取った、忍武県ではなく、都市名を取った、福島県とされた。長岡が位置する中越地方、旧、越郡魚沼郡他も、当初は、 柏崎に県庁が置かれて、柏崎県となったが、1873年、明治6年6月10日には、旧、新潟県、下越地方や愛川県、佐渡島と合併させれ、旧、長岡藩の領内で、1843年、天保14年に天領にされた港町の新潟に、県庁が置かれ、県名も、軍名を取った、県ではなく、都市名を取った、 新潟県とされた。宮武が言うところの永久不滅の昭罰的懸命の典型例である。ただし、宮武の主張は、ジャーナリストとしての情報収集と彼独特の分析によるものであり、都道府県の名称選定に関わる経緯を公式文書としてまとめたものではない。また、県の配置文号の過程に関わる個々の事情への考慮が薄く、単純に、 史実として受け入れることはできないという指摘もある。例えば、長岡藩の場合、長岡藩の消滅は、廃藩地権の際ではなく、これに先立つ1871年1月3日、明治3年11月13日であり、犯罪性の破綻により、長岡藩の側からの願い出たものであった。明治政府はこの癌で受け入れて、 長岡藩を廃止して隣接する柏崎県に編入した。この柏崎県は母親戦争に際して明治政府軍が占領した桑名藩の飛び地領の中心都市である柏崎にすでに1869年明治2年8月から設置されていたものである。廃藩地県の時点で県に変わるべき長岡藩は柏崎県の一部となってすでに存在しておらず。 長岡を寄避してわざわざ柏崎に県庁を移したわけでは必ずしもない。一方、藍津松平家が都南藩に移法された後の藍津地方は政府直轄とされ、1869年7月21日、明治2年6月13日に若松に県庁が置かれて若松県と称した。若松県は廃藩地県後も存続し、 上述の通り1876年、明治9年8月21日に福島県に合併された。永久に許されないとする前説にもかかわらず、7年間にわたって若松は県庁所在地であった。岩手県の場合、財政混乱から願いによって、旧森岡白石藩が1870年、明治3年に廃藩地県に先立って森岡県とされ、 1871年、明治4年7月の廃藩地県の際は、森岡県であった。翌1872年2月16日、明治5年1月8日に、大乗官により、その県岩手県と解消小政工事等森岡県に向けて、解消の通知がなされ、森岡県は消滅し、岩手県となるが、解消の定裁として、大乗官の布告に先んじて、等森岡県の名、 元森岡範囲州の故障にて、中略と書く、範治の風習脱却試験交換、根般神経を改める図の折から、救命を改めめ、岩手県と総称さるどと、森岡県の側から申請した形式をとっている。この際、旧来の小藩なども組み替え、従来の領域を改めて知見したため、旧藩の故障を用いては何かと差し障りがあった、可能がある。 ア津と森岡の二藩は特に母親戦争で、明治政府から国替えを命じられた例外的な藩であり、多額の制裁金も課されている。ただし直後の廃藩地県でうやむやとなっている。同じく、仙台県宮城県、金沢県石川県、宇和島県、新山県など、解消例の多くは、実際は、 人身一心を望む県からの上心に政府が応えて実施されたものである。県令として赴任した者の多くが明治政府軍側の出身であり、人身一心を必要としたのが旧朝敵犯や旧曖昧犯であったことに改善性はあるが、宮武説のように政府が懲罰として体系的にそれらの県の解消を主導したと断言することは難しい。 都道府県の英語訳としては、プリーフェクチャーが使われるが、この単語は、中央政府から派遣される、県知事、プリーフェクトの管轄範囲という語感を伴っており、類似例、フランス、知事公選制となった戦後においては、この単語は語感に沿わないものになっているが、戦前からの慣例で今でも使われ続けている。なお、東京都の場合には、メトロポリスも用いられる。 北海道の場合は、プリーフェックチャーを用いず、北海道のみで表すこともある。多くの都道府県は、都道府県記、都道府県賞、シンボルマークなどを制定している。これらは、国民体育大会などの行事で用いられるほか、都道府県の施設で形容されたり、都道府県が管理する施設の標識に用いられたりしている。また多くの都道府県では、県の花、 県の木、県の鳥を定めている。中には県の魚、県の獣を定めているところもある。詳細は都道府県のシンボルの一覧を参照。その他のシンボルについては以下を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。